ボラは、ボラ目、ボラ科に分類される魚の一種。ほぼ全世界の熱帯、温帯に広く分布する大型魚で、海辺では身近な魚の一つである。食用に漁獲されている。八重洲市小石川の川口付近にて、全長80センチメートル以上に達するが、沿岸でよく見られるのは、数センチメートルから50センチメートルくらいまでである。体は、 前後に細長く、断面は、前半部で背中側が平たい逆三角形、後半部では、防水形である。背びれは2基で、前の第1背びれには、土下状が発達する。尾びれは、中央が湾入する。上下角ひれは体に対して小さく、遊泳力が高い。体色は、背中側が、青灰色緑褐色。体側から、腹側は、銀白色で、体側には、 不明瞭な細い縦島が数本入る。ボラカ魚類には側線がない。鼻先は平たく、口はそれほど大きくない。唇は細くて柔らかく歯も小さいが、上顎がバクの鼻のように伸縮する。目とその周辺は油まぶたと呼ばれるコンタクトレンズ状の器官で覆われる。ボラカの禁煙種で同じく大型魚となるメナダとの区別点の一つは、 このアブラマブタの有無である。全世界の熱帯、温帯の海に広く分布し、日本では北海道以南で広く見られる。群れ名古屋市、黒川河口や内湾の寄水域に多く生息する。基本的には海水魚であるが、幼魚のうちはしばしば大群をなして、淡水域に遡上する。この群れは時に川を埋め尽くすほどになり、水中の酸欠をもたらす場合もある。 水の汚染にも強く、都市部の港湾や川にも多く生息する。体長が同じくらいの個体同士で大小の群れを作り、水面近くを泳ぎ回る。釣りの際の巻絵に群がるなど、人間の近くにもやってくるが、泳ぎは便称で、手やたももをで捉えるのは困難である。海面上にジャンプし、時に体長の2から3倍ほどの高さまで飛び上がる。 飛び上がる理由は、周囲のものの動きや音に驚いたり、水中の酸素欠乏やジャンプの衝撃で寄生虫を落とすためなど諸説あるが、まだ解明には至っていない。その際、人に衝突することも見られ、制御の場合には時に釣り人やサーファーなどを負傷させたり、他にも協定場でボートを操縦中の協定選手を直撃し失神させた事例がある。 食性は雑食性で、水底に積もったデトリタスや、付着藻類を主な餌とする。水底で接触する際は細かい葉の生えた上顎を、ほうきのように、平らな下顎を、ちりとりのように使い、餌を、砂でごと口の中にかき集める。石や岩の表面で藻類などを削り取って、接触すると、藻類が削られた跡が、アユの歯身跡のように残る。 ただし、アユの歯磨きは、口の左右どちらか、片方を使うため柳の歯のような形であるが、ボラ類の歯磨きは伸ばした、上額全体を使うので、数学記号の,のような左右対称の形をしている。これは、水族館などでも、水槽のガラス面掃除の直前などに観察できる、ことがある。餌を、砂でごと食べる植生に適応して、 ボラノイの有門部は丈夫な筋肉層が発達し、サデー混じりの餌をうまく消化する。天敵は、人間の他にもイルカ、ダツやスズキ、大型アジ類などの肉食魚、サギ類やカワセミ、アジサシ、ミサゴ、トビ、ウなどの魚食性の水鳥がいる。10月から1月の産卵期には外洋へ出て南方へ、海遊するが、外洋での海遊の詳細や産卵域、 産卵の詳細など未解明の定員も多い。卵は直径1ミリメートルほどの分離有機性卵で他の魚に比べて脂肪分が多く海中に浮遊しながら発生する。卵は数日のうちに孵化し、稚魚は沿岸域にやってくる。伊勢ゴイ、ナタネボラ、マボラ、ツクラ、クチュメ、メジロ、エブナ、ハク、マクチ、クロメ、シロメなど日本では 高度経済成長以降、沿岸水域の汚染が進み、それに伴って、ボラの実は、臭いと嫌われるようにもなったが、それ以前は、沿岸でまとまって漁獲される味の良い食用魚として、広く親しまれ、高級魚として扱った地域も少なくなかった。そのため各地に、様々な方言故障がある。ブリや、クロダイ、スズキなどと同様に、大きくなるにつれて、 呼び名が変わる出世語にもなっている。トドは、これ以上大きくならないことから、結局、行き着くところなどを意味する、トドのつまりの語源となった。稲は、若い種の酒焼きの、青々としたソリアと稲の青灰色でざらついた、背中に見立てたことから、稲瀬の語源とも言われる。若い種が、行きさを見せるために跳ね上げた曲げの形を稲の背びれの、形に例えたとの説もある。 おぼこは、子供などの幼い様子や、可愛いことを表す、おぼこいの語源となっており、乙女と書いて、おぼこと読んで諸女を意味していた。稲は、ボラの幼魚18から30センチメートルのもの、名吉などとも。大ボラは、ボラの成長しきったものを指す。カラスミの天日星調理前のボラのヘソ刺し網、低地毛など、各種の沿岸漁法でほぼ年中漁獲される。 石川県七和に沿岸のボラマチグラなど地域独特の漁法もある。釣りでも漁獲できるが、吸い込む接触形態のため釣り上げるにはコツがいる。その植生から汚染した水域で取れるものは臭みが強いが、臭みは血によるものが多いため、伊勢島地方では釣り上げてすぐに首を折り海水に浸して、 完全に血を抜き臭みの大部分を消した上で食用とする。水質の良い水域のものや外洋の海洋個体は臭みが少なく、特に冬に油まぶたの周りに脂肪が突き白濁した状態になる、カンボラは微味とされる。身は歯ごたえのある白身で血合い肉が鮮やかな赤色をしている。刺身、洗い、味噌汁、唐揚げなど様々な料理で食べられる。 刺身などの際は、鱗と皮膚が厚く丈夫なので、剥ぎ取った方が良い。臭みを消すには、酢味噌や柚子胡椒が用いられる。身だけではなく、厚い筋肉が発達した油門も、ボラのへそ、そろばん玉などと呼ばれ、鶏の砂のを柔らかくしたような歯ごたえで、沈調される。よく水洗いした上で、塩焼きや味噌汁などで食べられる。一匹から一つしか取れないため、 これだけが流通することは、まずない。メスの卵巣を塩漬けし乾燥させたものがカラスミで、陶器の海遊ルートにあたる西日本各地や台湾、地中海沿岸など世界各地で作られている。ギリシア料理では、ボラの卵をタラのサラダに用いる。よって、卵巣を利用する地域では特に大きなメスが、新調される。日本初期の別伝に、 ヒコホホでミソンの針を口に入れていたのはこの魚で、それで、ワタツミがこの魚に餌を食うことと天孫の午前に、加わることを禁じた、とある。ありがとうございます。